菅野慶三郎は、日本の政治家。第七から九代岡崎市長、愛知県会議員、岡崎市会議員を歴任した。縄府三郎とも表記される。1940年9月19日に、移転新築された岡崎市役所長者愛知県、ぬかた郡岡崎連尺町で、岡崎藩士の子として生まれる。ぬかた郡高等小学岡崎学校卒業後の1893年。 東京市本郷の伊勢屋五服店へ入店。1898年12月、連尺町で姫路屋五服店を開業した。その後、長く岡崎商業会の重鎮を成した。42歳の時に、政界へ進出。1920年9月3日、岡崎市会議員に就任する。1923年、国道1号の整備をめぐって、 市会内で今ある路線を改修するという派と新たに南側に路線を作るという派との対立が生まれる。これがもとで1924年1月、関能を含む前社の派の議員7名は辞職した。同年9月の選挙で市議に再選。1927年9月25日に行われた愛知県会議員選挙に立憲民政党公認で出馬。 立憲声優会の竹内教授を破り初当選。1928年11月、民政党の支部である岡崎民生クラブから岡崎民生青年団が分派する。菅野は民生青年団に加わり初代団長に就任するが、ほどなくして千賀工二らと対立し、民生青年団から民生クラブに転じた。同年十二月十七日、失格により、 県議を退任。1929年2月5日に行われた補選で、帰り咲き、1931年、定数2となった県議選で参戦。県議時代は土木委員長として、岡崎地方の土木事業に貢献し、悲鳴橋、秋与橋、竜城橋の佳橋に尽力した。定数が1に戻った1935年9月25日の県議選では、 声優会の杉山勲に11票差で落選。民生青年団の千賀浩二も順位3位で落選した。県議選に落選した直後の同年11月23日、岡崎市長、尾滝喜七郎が突然辞任を表明。辞任の原因は、岡崎民生クラブと岡崎民生青年団の対立によるものだと言われている。12月23日、 民生クラブのリーダーだった菅野が岡崎市長に選任された。4年後の1939年、次期市長が決まらぬまま12月22日の人気満了を過ぎてしまう。当時の市長は、市会議員による間接選挙で選ばれていたが、菅野支持派が多数を占められなかったためである。翌1940年1月24日、前市長の小滝を助役とすることを条件に、 米騒動当時の岡崎警察署長で日本大学理事の二川金一郎から市長就任の承諾が一旦は得られる。しかし結果として同年2月22日に菅野が再選した。同年9月19日市役所を籠田町から重央町に転身築する。1944年参戦。1945年7月20日の岡崎空襲に際しては 指定の消失も帰りず、市役所に駆けつけて、消火を指揮し、戦火から庁舎を守り抜いたという。1946年10月21日、昭和天皇が、戦災復興視察のため、岡崎市へ行行。郵便局庁舎の屋上から、復興状況の説明を行う。同年11月1日、公職追放に先立ち自主的に退職するよう国から、促され、 市長を辞任。退職後も大樹寺保存会長として、同時の国宝修理に尽力するなど、公共事業に奉仕を続けた。1948年2月10日に消失した、龍城神社社殿の再建にも関わった。1956年7月1日、岡崎市名予市民に推挙される。同年12月18日、市内、亀井町の自宅で死去。去年 ありがとうございます。